するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。ドン4局開始です。皆さん手配を開けてください。はい、大井さん、ついに親がやってきました、うん、そうだね、本当一上がりできてよかった。2着ですね。そう、2着目か3着目ぐらいで親持ってくれば大体勝つんですけど、私クラスじゃあ今トップ目じゃないですか、はい、もう本当折に金棒状態。さあドラが連想、はい、もう安泰って見ていいんですか。じゃあ大井さんトップはそうですね、1位か2位ですねもう連帯確定、連帯は確定です。なるほど、はい、この手を仕上げればトップでしょう。うまいことパイの並びいいですよ。どんな手になりそうですか。まあ、単品でうまくいけば567、マンズが566なので、2ブロック、はい、例えば G1 引いてスチーマンウッパーワンとかで、ピンズは4と6どっちか引ければいい手になるんで、うん、面ピンドラ1ぐらいで、うん、ファイヤーとリーチのこと今ファイヤーって。あ、そうですね、リーチのこと、はい、我々トップクラスではファイヤーと呼んでます。初めて聞きました。はい、はいで、第一もトン良くないな。ダブトンになる範囲ですが、ダブトンが必要な手と、例えばソーズが12でドラがリャンゾーとか、そういう時ってダブトンドラーカとかで漫画になるじゃないですか。これもダブトン必要ない時にトンが来るっていうのはちょっと感じ悪いんでポイしときます。1打目に蹴るんですか。切るわけないじゃないですか、僕が。ただ腹が立ってるだけです。あ、ちょっとこの来てくれたトンにイライラしてますね。なるほど。よいしょ。だってこれさ、いらないんだもん。一応重なったらでも採用ですよね。重なったらいいんですけど、いるんで村上純みたいに第一打で毎回トン切ってくるやつがさ。親の時はいきなり切らないですよ。大丈夫？トン切ってない？今回いませんね、トンから切ってる方。ローピンとスーピンどっち引きたいな。ローピン引きたいな。ローピンがいい。確かにそうですね。ローピン引いてこい。ローピン引いてこい。俺が本当俺が一回だけ。よし。ちょっとこれね。これ本当を言うと、はい、E1 なんて全然いらないんですよ。うんうん、今開けるんですか。でもリャンマン3万の受け入れに対してやっぱ何の方がいらないはずなんで、何を切ろうかな。やっぱり E1 これは、はい、もうやっぱりあまりにもツモが効いちゃっててめちゃくちゃ嬉しいんで、こんだけスリムに構えてもやっていける素材が整ったということですね。目の前でローピンが出たりしても泣かない。泣いたことないですね。大井さんは泣かない。一回も泣いたことない。これ4枚出ても泣かないですよ。こんなもの。4枚出ても泣かない。もう興味がないですよ。泣いて同行することに。3枚引いた。これで難を切って。ただローピンを泣く人を批判してるわけじゃないですよ。そういう人もいるってことですよ。大井さんは仕掛けないよってことです。世の中には歯医者さんもいれば、学校の先生もいれば、麻雀プロもいるわけで、はい、どういう人生を選ぼうがその人の勝手なので。はい、わかりやすいですね。僕はローピンを泣く人生を歩みたくないというか、ヒーローですもんね。すごいヒーロー。スワン怖がりだったな。思い出しちゃう。全局のお話で。あ、ダメだ。これはダメだ。中途半端だ。これってどんどんこうよく言うブクブクの形にしてるんですか。はいはい、もう僕は。あ、目いっぱいに。目いっぱいに。その方が相手も怖いんで、相手がまっすぐ進んできてるんで、いつリーチ来てもおかしくねえぞって脅しとくんで、こうやって。親のやる気を伝えるわけですね。そうそうそう。早いとこウーピン切ってもいいんだけど、やっぱり4と6ね、引いた時の形が強すぎるんで、あ、9ピンつも開いた。もうダメだ。涙が出てきた。え、急にですか。うん。2枚目の9ピンでですか。これちょっと安牌抱えようかな。ちょっと心が折れた。チュンは場に1枚切れ。今何でそんなに心が折れちゃったんですか。僕のこのピンズのこの辺が弱くなっちゃったんで、なんかもうちょっと。良くないなと思って。でもあんなの休めですよ、ゆいさん。そうだけど。急にですか。もうなんか急にそんななんか人もう帰りたい。え、なんでヒーローどこ行ったんですか。もうやだ。ヒーローになるために生まれてきたみたいなこと。庶民に落ちた格が。急に庶民になる。2ランクダウン。一流トッププロから今庶民になったんですか。今庶民。これ大事ですよ。はい。本当に大事ですから。いや、聞いてます今。何選ぶんですか、そしたら。ソーズはドラ色なんで、もうこれ以上ソーズ側の馬強が良くなることがもうないと。ドラ色がそんなに綺麗にうまいこといっぱい山に残ってるなんてことこの世にないんで、はい、もう切りました。先に固定したわけですね、はい、でこれをマンズとピンズでどっちかで2ブロック組んで絶対上がれるはず信じてる。あーこんにちは。いらんそらあこういうのはねもうね、はい、もう自分の手にも使えないしリャンズを持ってきたところで大したことないんでこれはもうね相手はもうビビってますからもうおじさん来ちゃうどうしようどうしようどうしようって今思ってますからおじさんもう6巡目でドラつもぎりなんだってことですね、はい、もうビビってしょうがないんでしょうもないリーチとかしてこないんで来い。あー全然意味わかんない。3は統一になりました。中は安全牌取ってるんですもんね。取ってたんですけど、はい、もうこれ選べないんでパーピン切るかチュン切るかしかないんで、これで泣きます。あ、統一が増えて、はい、この形ならもう仕掛けていってもいいかな。 5% ぐらい見えるしゴロチの3色で、はい、こいつをこうすれば 5% になるんでよいしょ高め 5% 要するにチーソーは両面なんで泣かないですけどローピンは泣きますね。まずあとシャンポンですか。シャンポンは泣くかどうかはスッチマウッパーワンの切れ具合と良さげ具合なんですけどウーパーワンは全体的にいいんですよ。9万が3つ飛んでて、はい、ウーパーワンはいいんだけどスッチマンが良くなくなりそう。そろそろ数万が3人全員持っててもおかしくない数ワンなのでスッチマン微妙です。お引いた。ウーパーワンは良さそうということは残していくのでどうするんですか。3ローワンですね。ローワン切りです。これはこれで567を見つつ、はい、リャングウッパー1を見つつ一応のために9ピン受けをフォローしていると。で僕が捨て牌で落としすぎちゃったんで、はい、ここからの手出しつもぎりはあんまり信用ができないです。他の人どうですか、ね、はい。例えば E1 とか Q1 とかを後で手出ししても僕にビビって持ってた可能性があるので安全牌としてなのであまりここからの手出しは 有効ではないというか。あ、これ難しいな。なるほど。パーピン切っちゃうか。今ワンズがこう三面ちゃんにも受け入れられる形になったんですけど、うん、泣きは思考にあるんですよね。ローピンだけ。ローピンだけ。で今この安全牌残すかどうかは。パーピンとどっち切るか迷ってどちらにしようかな状態。9ピンまで2枚切れです。もう1枚打ってくんないかな誰か。何の牌ですか。9ピン決められるのにってことですね。そう俺の迷いを消してくれってことですね。そう結局来ちゃった。いやもうこれだけ3人いたら誰かしらリーチって言うでしょ。こんなに捨て牌さ19自牌でさ3人足したら国士無双みたいな顔してるけどさほら国士無双上がってるよ3人足して。でもこれささすがに誰かからさそう特に上茶さんはさダメだもう限界だ関数ピンの受け入れもできますね。 E ピンが場に2枚3万を切っていいのか考えてる。ワンズを3連チャーに固定するかしました、うん、もうねしょうがないこうなって、うん、泣ける範囲も出てきませんね。ローピンだけ泣きます。数ピンは泣かない、はい、でもローピン持ってそうなんだよねもうね1枚もうもろつもぎり。これいいシャンテンだな上茶さんは。これいいシャンテンだなしてます、ね、あの感じ、うん、当たっちゃった。いいシャンテンだと思った当たっちゃった。天敗でした、うん。一番警戒してるとこが当たったんで別にいいです。読み取りです。はい。なかなか今回いい手だったんですけど、はい、進みませんでしたね。そうなんですよ。みんな僕に対してその怯えてて、だからこれも僕がこういう川を作んなかったらリャンゾとか切らなかったらリーチって言われて僕が困ってたかもしれないんで、僕は脅して正解だと思ってるんですよ。あ。じゃあ脅したことによって低い打点にさせてるし、ダマ点にさせてるところがあるんで、はい、安くできましたね、はい、そういう効果もあるということです、はい、今回はこの捨て牌の意識だったりこう、ね、アピール力も勉強になりましたね、はい、ですが大井さん、はい、2着目になりました。ちょっと悲しいですけどまあ一応トンバ終わって、はい、でこんなぐらいの手材料が来てるうちは僕としては戦えてるなって感じなのでなんかこうメール気分が悪くなるというか弱気になるようなところはないですし、うん、読みもまあまあ当たってきてるので、うん、全然大丈夫です。これトップですね。これまあまあトップですねはい難波のね大井さんにも注目です、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。乱入しました。おいさん、ページャードラが初。なんかあるぞ。え、おいさん。あるぞ。結構いい手じゃないですか。結構いい手なんだけど、はい、すごく嬉しいんだけど、うん、これね、はい、結構出にくいかなと思ってんだよね。まあ簡単に出てくるような牌じゃないですもんね。なので両面作ってリーチいくか、うんうん、ペーチュン重ねて上がりたいんだよね。ああ、ダブナンいかれたか。なるほど。なんちゃなん5ポンダブナンです。これいつもより怖いんだよ。というのは赤が入ってるから。ドラが初で、はい、ダブナンごときどうせ2000点だろうとか、本一にしたりなんかもう二役つければまた街も分かりやすくなるし、でもこれダブナン赤1とかで3級っぽいんだよ。川がもうおとなしすぎちゃって、だから9だけですね。切ってるかわされたくないんでどうしようかなと思ってたらまっすぐ行くしかないんだけど、かわされたくないなこの手。かなりお気持ちもそう。でもダブナンポンしてるところから出やすくなったんで、ドラがだから早く3級だろ。9万パーはもう問わずとしてるんで、ソーズの本一に渡ってるかもしれないのね。要するにもしかしたらマンズの愚形を処理してもう一組ぐらいピンズかマンズの両面があって、ソーズがめっちゃ伸びた時にその両面を外してやりますよ、本一にして漫画にしますよっていうのは少し垣間見えたと。何いつもいいじゃない、どうしたの。やっちゃうよ。ちょっと女子の高原出てきますね。あ、ポンよかった。レイもポンだ。あんなもの重ねてもちもちになったら大変だったよ。なんちゃが通風路目なんとレイをポンしてます。ウーピンあるじゃん、ポン出しのウーピン。ここ大事なんだよ。ポン出しのウーピンで次に僕の読みだよ。ウーピンの関連牌がもう1枚持ってるはずなの。ピンズですね。そう4なのか6なのか3なのか7なのか、そして想像の本質に行ってくれって今思ってるの。そしたらもうちょっと時間猶予ありますね。あるし僕が上がれるから、その時ファイヤー。これは順調に育ってますね。これはペンちゃんどうですか。これね、はい、ペンちゃん払うんです。ウーピンを払うよりペンちゃんを払うんです。はい、こっちを払った方がこの後の十分E ピンでも数ピンでも3ピンでもローピンでも何でもいいんで。ピンズの動きがね、そういうことなので切るんですけど、絶対に切らなきゃいけない方があって。え、どういうことですか。これはすごく大事なんですけど、僕の中でですよ。これが上下の関係とトイメの関係性で切り順変わるんですけど、僕はイーソーポンされてからレアンウソの両面に振り込みたくないので、今こっちから切って、これポンされてもこれ当たんないんであんまり、だからこっちから切ります。レアンソーがポンされてイーソーが当たるときってまあトイトイとかあるけど、確率上両面には当たらないわけで、すごいこの21の切り順ってすごく大事ですよ。あと1つやったでしょ。これがそう、これが456って僕これウーピンね。ウーピン消えました世の中に。大丈夫です。ウーピン消えた分、ウーピンの周りがこの世で一番良くなったんで。使えなくなりますね皆さん。僕の勝ちです。あれイーシャンテンなんですよ今。ウィン。はい。もう決めつけます。断定します。あそこはソーズのイーシャンテンなんです。まだ天杯でもない。こいつを泣きかどうかわかんないですけど、なんでやねん。なんか後のピンチ杯が。だからいいシャンテンなんで、これは絶対に今切んなきゃいけないですよ。なるほど。これ切った後これはロンですから、危ないロンがあるから、もう今のうち切んないと大変だから1秒でも早く切りましょう。これはイーソーポンされてスッチーソーとかね。これは1はよくポンされるんですよ、端っこは。1で統一の可能性もあります。ああ、任せてください、勝ちましたから。もう勝利宣言ですから、絞れよ絞れよ。今下茶へのお願いね。あーやばい、手出しやめて。手出しトンでした。これはどうですか。これは、イーシャンテンから1個想像を引いて十分系のイーシャンテンになったか、あるいは天杯になったかなんですけど、僕はまだイーシャンテンだと思ってます。まだイーシャンテンあると思ってます。はいよーい、 OK。 これで天杯なんですけど、これは仮の姿。そうですね。これ仮です。今私がファイヤーする。あ、でもね、あれね、もしかしてのことをファイヤーと言ってます。はい。これね。あ、ちょっと待って、イーサーファーしちゃダメだよ。小さいちゃうよ。危ね。危ね。親もね、頑張りどこですからね。そうですね。確かに。ラス目でね。いかないといけないですね。これね、テンパったら出てくるかもしれないんで。これ。一枚持ってるかもしれない。やめてくれよ。本当に。どうですか。いリーチしかないんですけど、場に5枚出てるんですよ。本当ですね。リーチしかないんですよ。はい。必ずリーチするんですけど。山には残っていそうですよ、残り。不満。これだって出たかもしれないんだもん。なるほど。え、でもこの判断なんですね。さあ、ここで大井さんからのリーチが入った。ただこれいるんで、3ついるんで。山にですか？あの5枚出てるけど、目に見えて5枚出てるけど3ついるんで、はい、8-5は3なんで、はい、単純にこれ小1の勉強みたいになりますね、はい、ただパー1押してきたんでちょっと一旦音化しといていい？リーチ。いやみんなね、イヤホンしてて音楽流れてるんで1ミクロも聞こえないですけど、はい、こうやって手上げとくとアピールになりますよ。リーチってな。はい。あ、レオンズいった。もう切る牌ないんだ。こことここにもう切る牌がなくて、おじさんやりてやりてみたいな。でもあの何の仕組みに対してリーチかけてくる大井さん怖いですよね。そうだよね。だってヒーローのリーチだよ。カリスマのリーチだからね。リーチカリスマバンバンだからね。もう漫画あんだよ。カリスマってリャンハンですよ。もう漫画あんだよ。これすぐだよ。見てこれ。何でもない、すみません。何でもない、すみません。よっち。リーチカリスマバンバンだから。本当だよ。やっぱり大事です、カリスマって、ね、これ上がれるから。もう間違いなく上がれるから。あ、今貼った。シャアでしたよ。シャア貼ってそうですか？いや、パワー1をしてるんで、超危ない牌を引いて、シャアを問い落とししてるかもしれないんですけど。ああ、一度回った可能性もある。あるんだけど、シャア問い落とししたのか、今貼ったのかなんだけど、でも今貼ったにしては、シャアとパワー1があったら、一発目はとりあえずシャアっていう人の方が多いので、確率的にはシャーシャーの方が多いです。はい、要するにこれとこれが例えば一発目にこれ使いました。いや1回は怖いわっつってやることのが多そうじゃないですか。はい、だからそこでシャアを切ったってことはシャア短期からタメンちゃんになったとかもありますよね。それはあるね。タメンちゃんって言ってもありゃんめんですけど、大したことないで4567層とかそんなんです。ロベタンとかですかね。そうそう、そんな大した僕ですから番。僕ですね。止まったら僕ですよね。そうですね。さあ8引く？3じゃなかった、5ですから。だってもう、すみません。だってさ、ここ見えてんだよ。山にね、ありそうですけど。親も来るんだしさ。上がりきれるか。親も来るんだよ。親も絶対来るんだよ。負けてんだから。戦いたいですよね。いやー、どんな決着が待っているか。いや、どうなん、対面どうなんですかね。まだ今。数層つもぎり。数層は中筋。一応僕の中筋で、はい、ただ自分の手を一つも見ないで数層早いですね、切るね。そうなんです。羨ましいですね、ああいうのね。あの上茶さん、シャーチャーの方おりました。お、間違いなくもう降りてます。リーチ来い、リーチ来い、リーチ来い。リーチ追っかけてほしいんですか？追っかけてほしいだと僕勝つもん。すごい自信。すごいだ、これ。とにかくすごい自信だから。これ勝つから。カリスマは自信が違う。この街で、はい、多分生まれてこの方はこれで負けたことがないので、もし負けたら初体験でございます。もう一回負けたことないんだから。初体験の映像が流れる。映像が流れる。あ、シャア出てたよなんつってね。うん、シャア出てましたよなんつってね。全然目合いませんね。いいんですかなんつって、ね。ほらリーチ来た。リーチ来たでしょ。さあ、ここで追いかけリーチ。これまでちょっと待って一旦読まして。一数万か総数待ちに決まってるんで、一数万か総数待ちね。でしかも総数もどうせ地層待ちとかそんな苦しいとこなんで、100回やったらね、100回やったらですよ、99回僕が勝つんで。今待ち言いましたよね、僕ね。やめろよ。はい。総数とか持ってくんだよ。いや、こういうのは大丈夫ですね。カラフルですけど。そうのどうせ想像の苦しい町で、町は大したことないんですよ。はい、で、あ、ちょっと今止まってましたね。テンパってたのかな。今親の追いかけリーチも入った。出るぞ。出るぞ。出ちゃうぞ。出ちゃうぞ、これ。これ出ちゃうんじゃん。これ出ちゃうわ。心の声が。これ出ちゃうわ。これ出ちゃう、ほら。あれ、何。何。違いましたね。急走は大丈夫。そんなね、急走よりももっと悪い町のはずなの。どうせ。ソーズのパーピン切ってリーチだから、数層、地層だろだって、1234で持ってんだもん。大井さんの地層だろいいスーピンが勝てるのか。勝てるよ、だって山ゴロゴロだもん。はい、スーピンピン。3番でした。ちょっと掴みすぎだから上がった。リャンパーソでしたね。リャンパーソでしたね。上がりを決めたのはなんちゃでしたね。お願い当たってて当たってて。さあでは一度皆さん手を開けてください。見せない。いや大井さん今回上がれませんでした。全然違うよ、読めないもん。短期待ち。なんでパーピントイズ落としなの？発想切れなかったんですよね。面白いね。読めないよ。想像の苦しい街だと思ったのね。初だったね。イスピンはまだ山にいた。上がれませんでした。いるよそれは。これ後引きでしょ？違うの？最初から？大井さんが上がれないイスピンの回が出てしまいましたね。はい、すみませんでした。残念でございます。まあそれは大げさに言いましたけど。はい。はい。そうだね。まあここでやっぱりピン想像にわたって。ウーピンの時に分かってたんで、もう1枚はこれは4、5、6ピンだと分かってたんで、本当はしたくないんだけどさ、これしょうがないもんな。ドラさんはさあ今回リーチをかけましたが、横移動という結果になりました。チートイあるんだねやっぱね。パーピンでもね、僕はチートイあんまりないと思っちゃったんだよ。想像の両面だと思っちゃった。ちょっと受けながらのね、進行でしたね。さあご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。